はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回は安倍晋三元総理暗殺事件についての関連の情報になります。短い動画になります。あの日、あの時、あの場所を選んだ理由、なぜあそこだったんだ。それで、報道にもあったように、あそこの場所は他の政党が同じ場所でやろうと思ったんだよね。それでも警察の指摘で、安全が確保できないということで、断念していた、ね、そういうことが分かった。じゃあなんであそこを、まあ、許可したというか、あそこのところをね、強行突破したのか、そこのところが結構疑問な部分があるわけです。で、それについて、その場所を選んだのは誰だとかね、どうしてそうなったんだろうかとか、まあ、そういう疑惑もいっぱい出てくるわけです、ね。で、まあ、それはそれとして、今回はプラスアルファとして、ちょっと視点を変えてみます。これね、地元に詳しい視聴者様からのコメントをいただいたので、この動画ではそのコメントを紹介します、ね。これはね、国民として真実を知る権利があると思います、ね。推理の情報提供、ね、これも視聴者様からの推理の情報提供に基づいて紹介しています。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行うと思います。陰謀論ではありません。仮説を立てるんです、ね。真実と違うことを想定することを陰謀というなら、ね、警察は陰謀する場所でしょう、ね、警察の捜査は。で、国民が一番注目しているのは、一番最初の大学病院のね、このもう真っ先の会見で、ここにね、2発ね、打ち込まれたような傷がある、ね。要は弾丸の入り口と思われる、ね、ちっちゃな傷が、ね、2つあると思われる。それとあともう1個、ね、別に傷がある。そして肩にもある。で、ここからこう1つは抜けて、1つは心臓に達した傷がある、ね。これがもう最初の発表で、でその後の司法解剖の結果に基づいて報道が修正されている。それは こっちから入って抜けていったのと、何かしら首にもあるけども、何かしら心臓がまで達したっていうね。でこのお医者様は心臓のね、部位のとこまで行って、そこがねもう破壊されて、で大きな穴が開いてた、ね、大きな穴が開いてた、大きな穴が開いてたと言っていたんです。でこれを司法解剖ではひっくり返ってる、ね。つまり、心臓が破壊されたわけではなく、心臓の深さまで、弾が入っていたという表現だったっていう、そういう表現に聞こえないんだよね。そういう表現だったっていうね、ことが分かったっていう。本当ね、この司法解剖の時の会見を聞いていただいて、その弾が心臓の深さまで達していたっていう表現だったかどうなのかね。で、要は今回はじゃあなんで危ない場所を選んだのか、地元の方の意見なんです。でその前にね、一つだけね、国民のためにね頑張ってくださってる青山先生ね、もうこの辺りね、で報道はちゃんとこの辺りからってなってるけど、この辺りね、この辺りだったら抜けちゃうよっていうね、こうなってる瞬間に撃たれてるんだからね、隙間もあったしね、撃ち抜かれてこっち行かないと心臓の深さが達しないよ、ね。そうするともう この薄い部分しかないので、これね、ここの、ここね、
ここまでのだからこうなんです、このエリアでないとこっち貫通しちゃうので無理なので、もしくはグーンって入ってかなきゃなんないので、ちょっと国民の方が正確に把握しています、ここの場所ね。最初は出口と言われた場所が入り口になっているっていうね、だからもうちょっと状況をね理解して、国民を説得していただきたいと思います。そして、あとはですね、警察が嘘を言ってると思えない、カメラ目線でね、もう腕をまくりながらね、ここぞって言いながらね、カメラ目線でね、私は警察が嘘を言ってるとは思えない、ね、でも国民は警察を疑っているんです。その国民が疑ってる警察の説明を聞いて、なんでか分かんないけどないんだよっていうね、まあ、なんか分かんないけど 何かしらの不手際があって亡くなっちゃったっていうね、この何かしらで警察が嘘を言ってるとは思えないっていうね、これがやっぱりなんとなく国民は納得してないんです、ね、国民のために命投げ打って、ね、そんな声が聞こえてくるんです、ね、有権者のこの支持、ね、期待を裏切らない、ね、追及をしていただければなと思います。応援しております、先生。はい、今回のね、内容になります。劇団さん、こんばんは。駅名の読み方ですが、これは大和西大寺で合ってます、ありがとうございます、ね、ですがその後の学園これお字を間違えたのは、学園前駅であり学園駅前ではありません、申し訳ありません。あとこれは茂木ってさっきと城があるところの茂木かな、あれ茂木ってみんなひらがなになってるから、漢字だとこうなんだね、これで茂木なんだね、茂木です、ありがとうございますね、茂木幹事長さんなんだね。そして、この方は市田忠義です、そうなんだね、ありがとうございます。なんだね、難しいね日本語はね、日本語ってね、でも本当真面目な話難しいんです。同じ読み方でアクセントで全然違うし、ね、だから英語がやっぱりね、本当一番日本語で2つの意味があるとか3つの意味があるとかね、そのあれもちゃんと英語だと別のね単語になってるしね、もう日本語やめよう、もうね英語にしよう、ね、それでこの2つの駅ですが、大和西大寺は道路は狭く選挙カーを置ける場所も少ないです。ですがそれは学園前も同じです。なんだって、なんかね、今までの内容を見てみると、今回の現場、ね、暗殺現場は選挙カーが置けない、ね、で反対側は置けるとか、なんかそういうイメージがあったよね。で、この2つの駅の違いは多方面の路線があるかないかと車が速い速度で走れるかどうかです。私は高校の時毎日この2つの駅を通って通学していたので、この2つの駅についてはある程度は知っています、ね、やっぱり地域に詳しい方からの情報がね、やっぱりね、ありがたいよね。で、大和西大寺は日本一分岐が多い駅で、ほう、4つの路線、難波、京都、奈良、宇多原神宮前方面、ね、の分岐点です。なので人は集まりやすいです。また駅前に大型の商業施設もあるので、買い物などで来る人も多く、電車を使わない人でもここに来る人はたくさんいます。ですが学園前は
奈良線の駅の中で急行が止まる駅というだけで乗り換えれる路線もありませんし、大和西大寺ほどは人は集まりません。やっぱもう普段のそういう、まあ、利用のされ方がやっぱ違うってことなんだね。静岡で言ったら静岡駅の北口と南口みたいなもんかな。北口の方が間違ってこう開けて大きな通りがあって結構人はすっげーいっぱいあれなんだけど、南口はガラーンってしてるんで、まあ、そんなような感じなのかな。そしてそれぞれの場所を通る車ですが、大和西大寺の近くの人がすでに横断する狭い道路しかなく、信号は一つもないのに対して学園前は駅のすぐそばに路線の下を通過する2車線の車道があり、信号と信号の間の距離が長く、大和西大寺より車が速い速度で通ります。なので学園前では人は大和西大寺より車道を渡りにくく、ロータリーの近くも選挙カーを置くこともできず、今回の演説場所のようなガードレールに囲まれた場所もなく、6月28日に安倍元総理が演説を行った大和西大寺の南口のようなロータリーの中の車が入ってこないようなスペースもないので、学園前で演説を行っても誰も来ません。なんか昨日のあの前はここのところでやったっていうのが、なんか選挙カーを置いてでそこでやったような図があったから、なんかあの絵から見ると余裕で選挙カーを置く場所があってっていう、なんかそんなイメージがあったんだけどね。西大寺の駅前の方があのもうスペースがないから選挙カーの上でやるとかね、そんなイメージがあったけど、やっぱりこういうのは詳しい方に行くと全然違うね、本当。うん、起きて初めての水分です。うん、で、どこまで読んだっけね、ちょっと待って、どこまで読んだ、入ってこないスペースがないので学園前で演説を行っても誰も来ません。なので、奈良県全域で見ても安倍元総理が演説を行える場所は大和西大寺しかありません。なるほど。しかも学園前も襲撃できる場所はあり、例えばロータリーで演説しても建物の屋根などから簡単に襲撃できます。特に定塚山中校がある方はロータリーの中心で演説できますが、特にそこは360度全方向から襲撃できます。なので学園前で演説するのはメリットがない上、大和西大寺よりさらに危険なのです。おお。なので奈良県内で演説をできるのは大和西大寺しかないのです。全然今までのイメージと違うね、本当。そうなんだね。だから実際に地域ごとの人の流れとか集まりとかこう利用されてるところって本当ね、実際に利用してる人しかわからないからね。しかも今回は大和西大寺の南口側が工事していたと言われています。ここのところも調べればわかるよね。なので奈良県内で安倍元総理が演説できる場所はあの大和西大寺の北口の前しかありませんでした。こういうことだったら国民も納得できるんだよね。なのになんでそういう疑問が上がって、もう何日経つ、今日23日だよ、今日もうすでにね、こんなに半月近くね経ってるのに、なんでそういうことを発表しないの、一個ずつ少しずつでも。これがおかしいんだよ。あの国民が不安にね、あのいたずらに不安にならないようにね、青山議員が作っていただいた動画が余計疑惑を呼んでしまうっていうね、そういうことになってるので、そういうことから、ああそうだったんだって
分かると誰がここを決めたんだ、決めたやつが怪しいじゃないかとかね、そこをなんで警察が許可したんだ、前はあのだみんな断念してるのになんでなんだって、そういうことに従うわけなんだよね。だからやっぱりね、国民からの情報提供大事なんだよ、青山先生ね、見てるかどうか分かんないけど、本当にいろんな国民からの意見、そしてやっぱりその現場にいた人とかあそこの地域に詳しい方の意見も取り入れて出ないと分からないんだよ。だよくあのいろんなね、あのうちの近所なんか全然人が通んないのに、こんなとこにこんなお店ができたとか、こんなとこにこんなね車車ができたとかしても、おみんな迷って心なんかありますかみたいな、そういうのってあるけども、地域をよく知らないと、お勝手に店舗があったからでポーンってあの値段と一緒でお得みたいなね、いいとこ見つけたなってポーンなんて借りちゃうと全然商売がねできないって。だからコンビニとかああいうとこなんてちゃんとあの交通量を測って大体どれぐらいがあってね、ああいうデータを取ってで行っても近くにコンビニが 4,5 個先にあるのに、こうなりますよみたいなね、シャッターの騙すっていうか、まあ、そういうのも多いみたいだけども、でも大体そういうデータを取る基本だよね、こういうのはね。なのでやはり国民からの情報はやっぱ仮説を立てるのに重要だし、一つのもの以外、自分が信じるもの以外は陰謀論だってね決めつけるのはあまりよろしくないのではないかなとおじいは思います。すべての真実がしっかりと決まった時にね、そこに真実があって、じゃあ他のものは陰謀論だったねっていうことがあるかもしれないけど、こうじゃないのかな、ああじゃないのかなっていろんな方向から考えているものを陰謀論って決めるのはね、いかがなものかとおじいは思います。しかも今回は大和西大寺の南口側が工事したと言われても、おじいどこまで読んだ、ね、どこまで読んだ、ね、あここまでだね。でなので大和西大寺の北口前を演説場所にしたのは仕方がないことでした。ただ一つ、せめて安倍元総理が爆発音の前に向いていた方、大和西大寺の駅の方とは反対側、ガードレールから見て左側の建物、壁が茶色の部分とガラスで作られた建物、壁が湾曲になっているあの複合商業施設の建物のすぐ前で、あの建物の壁に背を向けて演説していれば、重点的に監視しなければいけない範囲を狭めることができ、しかも安倍元総理の周りの広いスペースを侵入禁止にしていれば、誰も安倍元総理に近づくことはできないので、こうしておけば安倍元総理を守ることができた可能性が高いです。この投稿してくれた方ってね、本当すごいなと思うのが、おじいもよくね雑談で言ってるんだけど、こうこうこうだああだへえだっていうね言う人は結構いるんだよね。でもそれだけ言う人はいっぱいいるんだけど、こうすればよかったとか、こうするべきだったとかね、でだからそういったもの、これがあるかないかなんだよ。だからけしからんとかなんかね、そこのとこだけではなくて、要はそれが事前にこういう提案がありますよとかね、まあ事故だったらこういうふうにするべきだったとか、だからそこのこう方法だよね。でこうなったらこうだし、例えばこうやって危ないしとか、せめてここ側はこうしちゃったらよかったんじゃないかとか、だからこういうことがやっぱ視聴者さんのところから出てくるね、こういう結果をしてくれば、あなるほどなってすごい分かりやすいよね。で一般の方がこうやって視聴者さんがここの地域に詳しい人がね、ここが危険だからこうするべきだったっていうのが分かるわけでしょ。我々そこの地域に詳しくないものは分からないんだよ。でここの場所をね、毎日通勤でね、学生時代通った方がそこの地域を見て、こういう場所ですよって把握してるってことは、そこの管轄の警察署は特に、そういう選挙でね、今までそういう要は
他の生徒に対してはね、そういう指導をしてたわけなんでね、だから分かってるはずなんだよ、ね、だから分かってるからこそやっぱり手薄だったとかそういう問題なのかなっていうよりも、安倍元総理を警護するっていうことに対してやっぱりなんとかな、その安倍元総理を要人警護するっていうね演説で、しかも選挙の時にはそういうことがね起こるっていう、そこのところに対して、まあ、軽視している、淡々とだから、まあ、しょうがない形上やっとくかみたいな、だからその、まあ、警察ってそういうところがあるけども、奈良県警の場合はそこら辺が極端に多くて、で弾の管理とかもずさんとかね、その本当に1年に1回しかやってないのかとか、そういう疑問も出てくるわけで、この奈良県警っていうのはあらゆることからずさんの塊なんだよね、結局。だから考え方が2つあって、もう奈良県警はいろんなことに関してずさんだからそれが当たり前になってるよね。昨日おじいも言ったけども、ちゃんとやってるところがたまたまこれがいい加減にやったらこれがずさんだったって言えるけども、ずさんがいつもの当たり前になってるところはずさんに思わないんだよね。はたから見るとずさんだよって思うけど、ここはずさんに全く思ってない、だから問題があったとは思えないとか、そうなっちゃうんだよね。まあ、今回は問題点がなかったとは言えないっていう、そういう言い方をするところなんで、あの表現の仕方はもう性格をそのまま物語ってるのではないかなと、おじいはそう受け取りました。そして今回安倍元総理が銃撃された場所での演説をやめるように警察が自民以外には勧めていたのに、自民には勧めなかったのはわざと以外にはありません。これは組織による暗殺であり、しかも警察もグレです。で、まあどうしても措置を行う必要があったけど、そこを止めたんじゃ別の場所どこがあるのかっていう、まあ、その問題が出てくるのと、あとはそのもう一つね、おじいが引っかかるのは、その他の自民以外にはね、辞めるよう勧めていたのに自民には勧めなかったっていう、この進めなかったっていう情報が、まあ、どっからの発信なのかなっていうのが、これがまずね、そこの信憑性、とりあえず。だからこのその自民党の中でここでやりますよっていうのを奈良県警の方に、ね、所轄のところに届け出て、それで、本部長が許可出すまでにこうバタバタっとこう決まったわけで、でその時にそれを一応指摘したかもしれないけれども、それをうちは聞いてないよっていう、この自民党側が一応警察がこう言ってたけども、それを聞いてないことにして言われてないっていう、そこを自民党側がもみ消してる可能性がゼロではない、全てのことから分岐していくからね、仮説がね。だからこの自民党内部でみんなグルだったんじゃないかっていう仮説もあるわけだから、そうすると警察から一応ここのところは危険ですよみたいなことがあったとしても、聞いてないって言ったらそれがバーッと言っちゃうわけで、ね、だから警察自身がその一応そういう他のところにも言ったけども、自民党にも言ったのか言わなかったのか、こういうものも発表するべきなんだよ。ただ現状では奈良県警が何を言っても国民から信用されないっていうことだけは、ここはもう前提としてなんだけどね、奈良県警が何を言っても国民は信用しない、でも自民党が何かがあっても、だ両方とも信用できないんだよ本当。だどっちを信用したらいいのかがもうさっぱりわからない。だからそれぐらい日本の警察とか
政治っていうのは腐ってると思うんだよ。ね、だおじいもね本当にね、もうちょっとこう若くてね、でちょっと見た目がね美人だったらいくらでもね、動画バン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 皆さんからの信憑性がもっと上がると思うんだけどね、今回はこれについていっちゃうよみたいなね感じでどんどん本まで出しちゃうんだけどね、まあ、おじいにはその力がないので、そしてこれは組織による暗殺であり、しかも警察もグルです。そう、だもう自民党も警察もグルかもしれないっていう仮説だよ、陰謀じゃなくてね、青山さん。そうでなければこんなことはしません。そして中国などですか、あれも同じです。ただのパフォーマンスです。中国なども命を大切にするのではありません。現実に中国は突然ロックダウンを行い、家のドア外から固定し、食べ物や飲み物を買いに行くことすらできなくしたり、突然高速道路を封鎖してドライバーたちをその場に閉じ込めね、クンしたりしていますね。実際に私もその様子を見ました。また中国では大洪水が起きた時、誰も通知せず誰も助けませんでした。そしてわざと無警告でダムの水を放水し、下の町を水没させ、そこに住んでいた人たちをみなにしました。ちなみに無警告で放水した理由は、住民たちをムーンしなければ後で家などの保証を要求されるからです、ね。まあ、中途半端にね生きていただくと、ね、文句言われる、ね、ですからです。まあ、いろいろ中国はね本当に立ち退きも反対すると、ね、一軒だけあったらもうそのままドゥワーって道路が通ってガクンってこうやって平気でやるし、一軒周りをグワーッと掘っちゃったりとかね、すごいことするとこだからね、本当高速の何だかがこう落っこっちゃったらね、もうショベルでこう穴を埋めて何もなかったよとかね、そういうとか。でも中国ってね、その何て言うかな、あからさまにそのなんていうかな、こう子供がさ、ね、うん、食べてないとかね、あんこつけない食べてないとかね、そういうこうなんかこう見え見えのっていうか、バカバカしいっていうか、何、おじいから見るとマギーシロみたいなやつなんだよ中国ってね。ほらこの横島がほーら盾になっちゃったみたいなね、ってね、中国でだいたいそういうのって多いじゃん。それを真面目にやってるじゃん、国が正々堂々とね。で中国ってやっぱりアマゾンの出品なんかね、中国の企業さんが出してても、その自分たちでほら桜の内容とかね、まだ発売ね、今日からねまだ出品0日目なのに、Q&A がね充実していたりね、片言の日本語でとかね、だからこの片言の日本語が怪しいっていうのがすごい気にされてて、でおじいチェックお願いしますってね、だ本当たくさんの業者さんの文を見直して、ここおかしいここおかしいってもうおじいがこうやっても手直ししてあげたりとか、そういったものもね結構いっぱいあって、これはもうオープンにして言ってるのでね、ここ直してあげましたとか、おじいの書いた文章そのままになったりとかね、そういうのがあるわけで、この言葉についてはものすごい気にしていますはね。なので、ね、だんだんその国はもうええー、みたいな感じでね、露骨にやるものもあるけども、まあ知恵はあるのでね、すごい巧みに、そこがねカモフラージュだと思うんだよね。何か重大なことをやるときには本当に分からないようにやるっていうね、そこを使い分けてるのが中国ではないかなってなんとなくおじいは思うんだけどね。これなかなかねでも難しいんだよ、本当極端なんだよ、こんだけのなんか緻密に分からないように
できるのに、なんで他のことが大胆にやるのかなっていうね、この極端さね、まだ解明できてない、おじいの頭の中でね。まあこういうことはね、いっぱいあるんだけれども、うん、でもまあ、日本でもでも同じなんだよね。あの人災と言われてるね、あっちの方のこう崩れちゃったやつがあるんだけど、あれも結局指摘をしながらね、結局許可をしたりそのまま放置をしたりとか、だから結局責任のなすり合いになってるけれども、でもそれを地元の人たちはいろいろ言ってたりとか指摘もあったのに、結局人が死ななければ動かないっていうね。だからね、日本と中国ってその見た目がクリーンというか、そのやってることは同じだと思うんだよ本当に。ただ大胆さに大雑把にやってるのが中国で、日本の場合はこの巧みにね、表から表をきれいなもの崩さないで中の方ぐじぐじって感じで、結果的にやってることは中国と何も変わらない、北朝鮮と全く変わらないけども、やっぱりその看板が違うんだよ、看板が。だから道を通った時に中は本当にとんでもないお店なんだけども、そのいかにも怪しい看板でうわーっていう感じか、それとも綺麗にねカチカチラーみたいなね、感じなのか、そこの違いだけだと思うよ。だから日本に対するイメージっていうのは、まあ、日本人だから愛国精神もあるだろうし、その国民一人一人がみんなクリーンだと思ってるからね。だからそのクリーンな人から見ると、やっぱみんな人って自己中心だから、だから自分が悪いことをしてない人が多いわけだから、だからやっぱりそのクリーンな目で見えるわけで、だからクリーンでないものを見るとそれはってこう指摘するんだけど、全体的に見ると見た目がきれいにカモフラージュされてるけど中がみんな黒いっていうのが日本の実態なんだよね。いろんな企業も含めてね。ただ本当日本の場合っていうのは紳士が黒いんで世の中もみんな黒くなってるんで、いろんな癒着もあるし天下りもあるしね。で国民はそのもう阻止しようがない、だから強制的に税金を取られるわけで、その取られないようにすることができないわけで、でその税金の使われ方がちゃんと常にガラス張りで国民が納得できる使われ方を教えれば誰一人文句言わないでよ本当。でもそれが国民が見ていて納得のできない使われ方をしてるから国民の怒りが爆発するんだよ。だから一時にはね、その、まあ、大臣によっていろいろ違うんだけど、その時の責任によって違うけどもね、田中角栄は建設関係の方でね、こううわーってなったとか、まあ、その時その時によってこういろいろ違うけど、箱物ね、この大臣の時には箱物をボコボコボコ無駄なものやってとかね、ここまで作っておいて聞く中止になっちゃって、そこに多額のお金、この全部税金だとか、道路もこれ計画があってやめちゃってそのままで、これきれいにするのもお金がかかるし、ここまででもこんだけお金がかかってるから、これやめるのももったいないしみたいな、どうするんだみたいな、そういったものすごいいっぱいあるわけだしね。あれもあるでしょ、韓国だかどこまでのこう海底トンネルでこうやってしか、もうどえらい昔からのこうなんかねつなげようみたいな、みたいなさ、あれもすごい莫大なキャンプ、今どうなっちゃってるのか分かんないけど、あれもなんかこうちょっと見たような気がするんだけど、だからそういう変な税金がな使われなければ、ほんとちゃんとしたところに使われるもね、使ってるものがあるわけだよね。いや本当ね、この日本という国がね、変わるのかなっていうと、いや変わらないからね、本当ね。だからいざ人はやっぱりどんな何を言ってもやっぱり染まるんだよ、ね、黒い墨汁と白い牛乳を混ぜたらやっぱり白は黒に染まる、黒は白にならないっていうね、
なんか YouTube でもなんだっけ、あの黒の牧場がどれくらい白を混ぜたら白くなるのかって、なんかそんな検証みたいな感じで、あれ結局どうなったんだかな、白にはなんなかったんだかな、なったんだかな、ね、誰か探してみて、それね、だあのこの世の中は 黒の方が強いんで、やっぱりね、だそこを理解しながら、そうすると正義ってものがなくなるんだよね。だ正義って何だろうって思うんだけど、その固定観念で我々が思っているこの正義、ウルトラマンとかカメラが勝つっていうね、この正義っていうのが これが正義という定義がどこから生まれているのかなっていう、あの例えばその暴力団の皆さんとか、例えばあのマフィアの皆さんとか、そういう世界では、そこの世界の我々が反対だと思ってる感じでね、これ正義、その世界の正義と悪っていうのが逆なわけでしょ、結局。で、なんかいろんな団体とかそういうのがあるわけで、その皆さん方の思ってることとか、それを信じてその活動してる方にしてみたら、それが正義なんだよ、結局ね。だからあの右側の人もいれば左側の人もいるし、なんかいろんなあの宗教の方もいるしね。だから考え方によっては、もっとこう広い世界から見ると、正義の定義って何だろうね。まあ道徳とかモラルとかあるけど、その基準って何だろう、圧倒的過半数、多数決とかね、あのそうやって考えると、ちょっとあの難しいかなっていう。これってね、人が人を殺すと犯罪は間違いないんだけど、動物の世界では、例えば蜂の巣があって、何か敵がこうやって現れたら、あのなんか変な来たよって言いながらバーってね、だこれが攻撃してるか攻撃したいか、こうやって近づいてきて、こうやってあのいただけでわーってやっつけるんだよね。だ集団であの他の蜂が来たらこうやっつけるっていうね、あのいろんな動物も縄張りみたいなのがあって、何も悪いことしてないのにわーって殺したりとかするわけなんで、これがだからその勝手な、ここは俺の場所なんだって、お前ここのお前の持ち物なのかって、おい熊よってね、お前のちゃんと陶器になってるのかって、ちゃんと熊っていう名前で陶器しちゃって、ここがお前の土地なのかっていうね、じゃないでしょ。だからこの熊が他のものを襲ってね、縄張り荒らしたパーンってやるのが、これが正義なのか悪なのかっていうね、それを人間を動物に例えるとどうなんだろうっていうね。だこの生き物の動物の中では、その人間が考えるような正義とかそういったものがあるのかな、どうなのかなっていうね、その相手を倒す、ね、弱肉強食の世界の中で、そこに道徳モラルっていうのがあるのかなって考えると、じゃあそのルールを決めたら何だろうっていうと、そうすると今ロシアがあのウクライナあのバーってやってて、であの周りが加盟してるか加盟してないからによって、あの一緒に戦える戦えないとかあるわけだから、武器を送ってとかっていう、それ なんで一気にみんなでバーってやればいいじゃんって言って、いやいやそういう決められて、まだこっち加盟してないから手間しも出ないんだ、わおみたいな。だそれを守ってる、だいろんなルールを守らないところがバーンって、いろんな守ってないルールを守らないところに対して対抗するところが、そのルールを守ってるっておかしくないって思うんだよね。なんかね、だからルールを守ってないところに対してはルールを守らないで、対決しないとおかしくないっていう、対等にならないんじゃないのっていうね。だからそういうのがあるんだけど、だから日本の世の中で例えばなんかいろんな犠牲になっちゃう家族の方、もう剣に組まれないよね。おじいで言ったらその子供たち2人がもうほんとずっと、まあ、見ず知らずの人なんだけども、楽しい旅行から両親殺されちゃって、もう人生ずっと引っ張るわけだよ。これがね、この恨みは一生消えることがない。子供だからね、まだ成人もしてない子供だからね、その子供がずっと、もうどんだけショックが大きくて、一生死ぬまでずっと親が殺されちゃったっていうね、この恨みしい気持ちは一生消えることがないね。あの山上容疑者の家族がそういうのがあったら、あの一生忘れない。そんな10年前20年前のことを今更どうのこうのっていうのはね、それはあの恨みは忘れないね。ただそういうことを知っていて、それをこうやって仕向けたっていうね、そういうのがあるんじゃないかっていうね、まあ、そこは十分考えられるんだよね。なぜならば普段はすごくなんかね、そんなに凶暴な人ではないっていうのがいろいろ情報が出てきてるからであって、
じゃあその警察側 がいろんなものが後出しで手紙ができた、どうのこうのとかってね、もうポン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 でこうやって供述した、ああやって供述したとかね、あのすごいあのもう絵に描いたような、なんかこんなあの、ね、なんていうかな、あの科捜研よりも早くね、本当水戸黄門よりも早くあのすごいスピード解決したようなね、もうポコ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 いろんなことがもうどん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 ね、あのパズルが埋まっていくっていうね、こんな事件ってあるのかなっていうね、今回の件に関してはこの警察の捜査がスピードでお手柄というよりも国民は疑問に見てるんでね、そのところをね、まあ中国もね確かにそういうものがあるけども、だから表面上にだからあからさまに見えてるものじゃん。で日本も全く同じなんだけども、表面にこうやってあのなかなか表面に出てこないで実はこんなことがっていう、だから本当にね、まあ、ちょっと不謹慎なんだけども、ね、安倍元総理、ね、まあ、桜見る会とか盛りかけはあんだけの3つのミステリーとは言ってるけども、まだ掘り出されてないミステリーはいっぱいあるんじゃないかって国民は思ってるわけで、ね、出たら目立ったらそこをバーッとあの広げられちゃうわけなんだけども、広げられないで、ああこの件出ないかなみたいなね、そうやってビク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 してた人もいっぱいいると思うよ、本当ね。まあ、この日本で一番ビクビクしちゃったのはね、いろんなものをほじくり返されてね、まあ、あんだけあの本当あの佐川氏とかね、 あの人毎日どんな心境なのかなってね、だあの疑惑というよりもあのもう完全にで、だ本当にね、日本もだから結構大胆なんだよ、大胆なんだけども、いろんな組織力によって全部改ざんしたりとか揉み消したりとか、あと命がなくなってる、不自然な命がなくなってるものがいくつもあるっていうね、そういうものがあって、そこが大きくならない、大きくしないね、そういうことなんだよね。だから逆に中国のあからさまなそういったものもあの 内部ではあの騒いでる人もいれば騒がない人もいるし、ね、でも中国に住んでる人はあのそういう国だからっていうことで、もうそれが当たり前になってる。中国に住んでない人はあちょっとこれはなんだみたいなびっくりするかもしれないけど、そうなんだよね、あのそこの国に住んでみないとその情勢はわからないし、そこにいると当たり前なんだよね。だからあの北朝鮮ってすごくイメージがあるけど、北朝鮮に住んでるあの国民たちがじゃあ悪い人たちなのかっていうと全然そんなイメージがないんだよね。あのすごい真面目で本当にいい人たち、すごい真面目な人たちが多いんだよね。だからね、まあ、当たり前のことなんだよね。で平和を願ってるわけだし、北朝鮮のねあの国民たちも。なのでこの何かのイメージによってっていうのがあるわけだから、この例えばねこの、まあ、政治のイメージはこれやけども、警察官は立派でね、国民を持ってるとかね、たまにああいうデモのね、えいやえんあーみたいなね、あの要人警護みたいな、あれが何十年も前から同じで、その要人警護のねあのパフォーマンスも本当10年昔の動画から最新の動画まで、そしてはあの皇室を守るあのなんとか警察までね、航空警察かね、あれも全部同じね、昔からね、えいってもうあの犯人役がえいってやると同時にもう捕まる人がえいってやって、そんなタイミングがあるってね、えいビャンダンイヤーみたいなね、それないだろうみたいな。であの要人警護でね、でわーってパーンってきたら、その要人警護される人もカクンってこうやってもうあの中森明菜ちゃんのもうびっくりするようなカクンっていうね、デザイアみたいな、本当びっくりしたような、カクンってこうやってでタタタタタタって車まで行くっていうね、あれ本当にだから劇団にしか見えないんだよね。あのもう明菜ちゃんがみんな集まってカクンってなってグタグタグタってね、あの演技にしか見えないんでびっくりするんで、だあれを真面目に常日頃国民の税金をいっぱい払ってあの演劇をやっているっていうね。おじいの指摘も見た、あの一番最後のところの
車でピーピーピーって、なんか学校だかな分かんないけど、なんか狭いところでこうかで幼児教育の車のねピーね行こうとしてピー行こうとしてピーってやつね 3回やるんだけども、3回目突破できるでしょ、突破できるけども、あまじいと思って、あの先にブレーキ踏んで止まってあげてからこっちが来てねピーって感じやってだあれ間に合って、完全に間に合ってないでしょあれね、だ突破されてるんだよあれだったね、だからねあのパフォーマンスなんだよね、だからその幼児敬語の発表会ですらあの失敗してるんだよあれは、誰が見たって失敗なんだよね。あのあその動画も全部 の動画にあるよ、その幼児敬語これでいいのかみたいなね、このあの下の方の一番下のやつかな確かね、なんかあの狭いところでやってるやつよね。だからねそういうのでもともと何かがあっても守れるわけがないっていう、でそこを擁護するようにやっぱ有名な人たちがね、日本は銃を想定されていないから、ナイフで来るからね、ハッピーしたときにっていうね、でも、その銃を想定して、やはり警察の方は護衛できないからとか、後ろに戦略を置けながらとか、そういう指導をしてるわけで、その一応そういうのがあっても、ピストルで普段ないから、平和な国だから想定してないよね、じゃなくて、やっぱり現場が想定してるわけだし。で銃の事件はいっぱいあるわけだから、でそこでなんとかそのピストルだったらしょうがないよね、防げなかったよねっていう、そういうのをやっぱりその有名な人の知名度を使ってそっちに生かしようかなっていう、だそういうのも逆になんかこの警察のこれとあんまり変わらないような感じもするんだよね本当ね。だその何のためにその要人警護の SP って特別なものがあるのかな、 SP の存在とか要人警護っていうあの普段のなんかガードする、ね、あのものと要人警護はまた別なんで、それに関してはじゃあ何を想定してるのかっていう中に、じゃあピストルないのみたいな、あそういうことになるわけでしょ。だ一応念のためにあピストルも想定しちゃってかなんないよね、それがあねわーバーンえいやーね、だそれがそのパフォーマンスなんで、実際に起きた時には何もできないねっていう、ただ警察がダメなんだねっていうのをただ分かったねっていうだけなんだよこれが。だからその他の警察だったりとか他のところだったらじゃあ防げたのかなっていうと、今のあの日本の警察のレベルでは無理だよねっていう、だ日本の警察のレベルが無理だよねって、じゃあそこ言ってんだよね。だからあの奈良県警はとんでもない悪いとこなんだけどもね、不祥事だらけ でこのダメな警察組織の中のさらにダメダメの中のダメが奈良県警なんだよ。でも全体的に見たらダメなんで、だからその奈良県警が特別ずさんだねっていうのは確かにあるんだけど、だ奈良県警以外だったら守れたかっていうと奈良県警以外でも守れない。それは要人警護に対するものが昔から今も変わってない、時代の流れもマッチしてないしね、ダメだよ。だからその動画を作って、奈良県警が悪いわけじゃない、もうこれ警察組織のもう根本的にその時代遅れのおやつだから、あのこうチャンバラでね刀で守るぞとかね、ピン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 ってこう守るぞみたいな、それと似たようなものなんだよ今の要人警護って。笑っちゃうんだ、海外から見てみると お侍が鉄砲の弾をねパンってね、何回でも真剣にシュラウドリーパンってね弾をペンって取ってやるとかね、そんな感じで本気で日本人の日本の要人警護ってそんな感じなんで、世界から見たら笑っちゃうんだよ結局ね。だからふってふって、だからロシアとか中国にしてみたらふってこう笑ってるだけだし、アメリカだって日本に対してだから腹でって思いながら、でもこれ危ないから一応こういったね戦闘機とかこれでもね何機ぐらいね勝手持ってないと自分の国でも多少頑張ってねみたいなね、こんな感じなんでしょう結局ね。それに最近気がつき出したところだね。そして今回安倍元総理が銃撃された場所での演説をやめるように警察が自民以外には締めていたのに、自民には締めなかったのはわざと以外ありません。これは組織による暗殺であり、しかも警察も無理です。そうでなければこんなことはしません。
そして中国などでしかあれも同じです。あ、ここ読んだね、おじい読んだね。なんでここ行ったんだろう。ここだね。命を大切にしている国なんて一つも存在していないのです。全ては金のためです。全ての国が同じです。みんなが金儲けさえできればそれでいいのです。今回もお疲れ様でした。ありがとうございました、ね、だから投資してしまえばあとは何とでもなる、ね、クリーンなことを言って、ね、いろんなあの公約を作ってとりあえず当選だけしてしまえば、ね、あとは組織の中の歯車になって、ね、いい子ちゃんでいれば、ね、可愛がってもらえる、ワンワンワンって感じで、ね、そんな感じだね。だからやっぱりそのそこなんで、いかに国民を騙してまずはその当選して、ね、そこの組織の中に入るかどうか、そこなんだよ一歩ね。だあのだだおじいがだから選挙に行かないっていうのはそこなんだよ本当、ね、どこに投票してもうこの人だけは大丈夫だなんてうっかり死んだらダメダメよ。だからね、だから本当に選挙はもう一生行かないと決めていた。ただ立花孝志関連だけはあのこの NHK 党が立花孝志ね、で立花孝志が維新のこのおじいちゃんに入れてっていうハガキが来たから、あじゃ この NHK 行くためにはこのおじいちゃんがこんだけ国会で書き入れてくれてるしっていう説明もあったから、じゃあ入れてくるよっつってね入れてきたわけで、今回もねあの2つともね、なんだっけ地元の NHK 党の人とね、あとは NHK 党で2枚目にちょっと書いてきたしね。だから本当政治っていうのはおじいはそういうもんなんで、その文句を言っても選んだのは国民、送り出したのは国民なんで、おじいはそんな無責任なことはできないので、投票にも行かないっていうね、そういうことなんで。ただ NHK はあの僕はしてほしいけども、NHK がなくなったらあの解散ね。でもあので NHK がなくなったら我々おまんま送りっていうね、なんか面白いあれが動画であるよね、あれね、ああ言っちゃったみたいなのがね。まあでもいいんだよ、なんだかんだ言いながら、一つは今ね、政党助成金を使いながら裁判でも何でも肩代わりして、その請求が来たら全部 NHK のが払いまして、その助成金を使ってこう払ってくれてるって。だからその国民の税金 で NHK 党が政党に認められた 2% 超えて認められて、助成金がねあの1票につき250円2つ書いてくれたら500円って、これで集まってね2億どれぐらいしても、それでお金を払ってくれる、国民を助けてくれるね。だからその NHK 党がその助成金がなかったら他のところに行っちゃうわけだからね、使われちゃうわけだからね。だから同じあの税金使われるんだったら NHK 党に行って NHK で打たれた人とか請求が来た人を助けてあげるって、これあの みんなの税金で困ってる人を助けてあげるっていうね、こういう使われ方はあの大いに結構だと思うのでね。だから本当投票することによって、おじいも行く前だから本当立花さんがねもう1票で250円で、そういったものもそんな他の人言わないじゃん、全部だお金に関しても全部あのガラス張りで全部言っちゃうからね、あの人ね、だからね本当そういうものも納得して、あじゃあ行かなきゃ、じゃあ こっちは書かないでこっちだけ出すって言っても、あ1票で250円なんて当たったら両方ともやらなきゃなってそう思ったんだよ。だからなんとか党だからこの人に入れて、この人大丈夫、どうしてまた裏切らないとか思うから、本来なら入れないけど、でも250円のためにやっぱりあの入れるとかね、やっぱいろんな考えが出てくるわけでね。だからそういう説明をしてくれると投票に行く気になるんだよ。でもそういうものがないし、わからないし、みんな勉強したものが個々にいろんな考えを持って勝手な解釈をしてこうであろうって送り出すわけだよね。まあね、まあ、そもそも根本的に何を考えても根本的におかしいですね本当。あとはあの日本の首相制度、ね、総理大臣これ自体を変えないといけないと思うんだよね本当。あの大統領は国民が選ぶ、ね、でも日本は大統領じゃないので、あの総理大臣は国民が選べないっていうね、まあ、そういうのがあるわけなんだね。だから余計にあの不満があるわけで、これがだからあのアメリカみたいに国民が選んだ代表、あの大統領がとんでもなくなったら、それはあの不満、国民が怒り大爆発するよね。本当。だから自分たちが選んでない人がその総理大臣になる国って、
どうなんでしょうっていう、もう根本的に考えるとだから全てがおかしいし、日本の法律が甘すぎるので、だからその犯罪者のための法律ではなくて、法律は詳しいものに優しい、ね、だから法律は武器にもなるし盾にもなるし、ね、だから詳しいものに優しい、ね、これが法治国家なわけなんで、だからね、まあ、いろんなことをこういったものを、ね、このいろんな力がねじ伏せる、でこれが法律的にまずいと言ったら、じゃあそれを変えればいいじゃないかっていうね、だから NHK の問題に関してもそうなんだよね。この正し書きがしっかりとあってね、教会の放送を受信する目的で、ね、ない場合はこの限りではないっていうのがちゃんとあったわけなんで、その NHK の受信を目的で、受信装置を設置した人は 見たいっていう人は契約をしなさい、でその目的がない人はその限りではない、だからテレビを持っていたとしても受信装置を持っていても NHK を見る目的でない人は契約しなくてもいいでしょうっていう、ここから始まってるんだよ、もともと。で、法的に立花さんがこの正し書きをバン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 ね、言ってきたけども、力でねじ伏せられてる結果はね、裁判官はそうではないっていうのと、あとはあの第4項とかね、どん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 新しいものをこう付け加えられてしまって、今契約してない人は遡ってあの利息つけてね、訴えられるっていうね、まあ、それがこの間法案通っちゃったんで、本当にね、あのそういったものがあの行われてる、行うとかね、そういったものを皆さん知ってましたかっていうね、だそこ自体を国民が声を上げてノーを突きつけないと、その法律が勝手に変わっちゃってるわけだからね、本当ね、だからね、恐ろしいんだよこの日本っていうのは。民意とは反して法律をどんどん変えて国民に対して、要はとんでもないことをやっている、ね、だから法を変えてしまう、これが最強の悪魔なんだよ、これはね。だからね、あの日本をクリーンに思ってる皆さんね、本当にあのどんなに危険なとこに住んでるのか、だから自己防衛しかないからね。はい、こちらの意見もね、あの場所は世界平和統一一家庭一家、世界平和統一家庭連合奈良家庭協会のすぐ近く、安倍としては味方の近くであり動員も集まりやすいと安心しきっていたのではないかということで、えっと思ってみたらここなんだね。でここが大和西大寺の駅である。でこっち側が前に行ったところで、で今回大通りがあってって、これね、だここだったんだね、多分ね、だ本当にすぐ近くだから、ね、で昨日も夜ね、なんだっけ、ニュースのあれで ね2枚目はなんとかかんとかってね、あれのところで、でそこのところに、そういうところに安倍さんがなんか応援で駆けつけて、あれ映ってたよね、であはーはーってコメント1個出してたんだけど、ああいうのを見てるとやっぱりかーみたいな感じでちょっと残念な気持ちになるんだけど、だそれで国葬なのみたいな、この国葬に関してはすごくおじいの動画の評価が悪いんです。おじいは国葬は反対なんです。で国葬に値するかどうか、でその国葬は天皇陛下とかね、本当に特別な方、ね、が行うものであって、その国葬のその価値というか何というか、その他のものと比べて特別なものであるっていう、この価値が本当に悪用されてしまっている。なので今後も国葬したらずっと残るだろうし、ただ未来に受け継いでね、この安倍さんという方が国葬でっていう歴代の中でね、残るわけだけど、でもこの人はこんな疑惑もあってこんなこともあってっていうのがいろいろ出るでしょう。であとは今の公になってしまったら
困る人たちがだんだん消えていった後に、このいろんなもっと他のものも含めた真実のものが語る人が出てくるでしょう。実はあの時はああだったこうだったみたいな、今の第二次世界大戦の時のパイロットが実はああだったこうだったとかね、入れるように後になっていろいろ真実が出てくるでしょう。でそういったものが出てくることも想定されるわけで、それをやってしまったらもう取り消すことはできないから、昔の日本ってこうだったんだねっていうね、そういうことなんだよ、ね、まあ残念な日本なんだね。なんだっけ、ハニッシュじゃないよ、おじい言っとくけどよく言われるけど、言葉はおかしいけど、中国人でもないと思うしね、多分ね、きっと、自分ではそう思ってる。でも日本人とあんまり仲良くできなかったので、おじいの人生って日本人にすごいいじめられてきた人生なんで、でも今中国の人たちはものすごくなんかこの交流を大切にしてくれるし、安倍さんの件に関しても中国の SNS でね、とんでもないものがあってね、中国を代表してごめんなさいってSNS でね、おじいもそんなのチェックもしてないのに、これで日中のね友好関係にひびが入らなければ心配ですって、中国の人たち本当そこすごい気にしてて、いろいろメッセージくれるんだよ、ね、だおじいはそう見てないよっつってね。だ昨日も本当久しぶりに連絡いただいて、どれぐらいぶりかな、また近々ポータブル電源の案件がね、横型のやつが来るんだけど、一生懸命改良してくれる会社で、でこういったものを作ってくるよ、ここのダメだからこれに商品に合うものを作ってくれって言ったら作ってくれたんだけども、工場が悪い工場でちょっとあの欠陥があったんだけどもね。で今回はまたさらにね、日本入りでまた改良しましたというのが来たんで、ああもうありがとうございますって感じで、ね、結構真面目な人たちがすごいいっぱいいるんだよね。で何でもないけどもね、常日頃からそのお仕事だけの付き合いだったらこれ宣伝して終わりましたじゃあねっていうところが多い中ね、常日頃からこうフレンドリーにね、なんか連絡してくれる人もいっぱいいるわけで、ね、なのでまあそういったものも含めてね、皆さんのイメージである中国っていうのは政治の面ですごい悪い面がすごいあるよね。でも中国に住んでる方々とか、特に日本に向けてビジネスしてる人たちは親日がものすごい多いです、ね、でおじいがその喧嘩した中国人はその反日のブラックビュー、ね、ブラックビューっていう企業の反日精神、ね、悪いやつがいて、であと他にもいてね、でその日本のことが嫌いだっていう人がいろんな仕掛けて、これがあります宣伝してくださいみたいな感じでやらせておいて、ね、サンプルを送らないとかお金も払わないとか騙してやる、まあ、ブラックビューっていう企業があるんだけど、あしか表向きにはマスクをやりますとかってパフォーマンスですごいいい会社ぶったんだけども、あそこはすごい悪い会社で、で売ったものはね、議的これ取るんですかって言ったらね、取りを売ったわけ今はない、でも宣伝していやいやいや議的がないととか ね、なのでいろんなものがあってね、だ悪い企業もあれば悪い社員もいる、ね、でおじいを脅かしてくるから、いやとんでもないことだってね、ふざけるんじゃないよってね、ガン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 アマゾンのアマゾンの商品を紹介してくれたから、アマゾンの投稿欄からね、お前のね、このコメントのあなたはこうこうで、ね、全部メールのようにボン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 何つも何つ もうマシンガンのように送って送って全部アマゾンに残るでしょ、その内容が。そしたらその上司から謝りの連絡が来て、全部動画で過去の動画でオープンにしてることなんだけど、うちの社員はね、日本についてね嫌いで、本人もちゃんと謝罪文を起こしたよ、正直私は日本が嫌いでしたで、ね、で日本の状況も知らないし、そうやってきたこう聞かされてるイメージが良くなかったので、なので日本人が嫌いでしたで、ね、なので会社としてね、反日の人を
サポートに回すのは良くないよってね、だからそこのところはね、あのしっかり反省してもらってね、分かりましたっていうことで、水面下では本当あの日本はこうだよとか中国どんな感じとか、こういう交流でその文化とかそういったものをねやりながらもう何十年経ってるけど、今でもそれをやりながら正している。で、こういったものをやれば日本人はこういう見方をするから、これじゃダメで売れないよとかね、ここのところはこうするべきだよとか、このなるべく値段を安く、でもいい加減なところを目をつけない、ここのところダメだよとか、ここ日本人はここ重視するよとか、ちょっとこれぐらいいいだ、いやここが一番重要なところなんだよとかね、こういうのを常日頃こうやってるんでね。でそれに対して答えてくれる中国の企業ね、例えばこういうものを1個にしてもね、あのプレイステーション用だと、ね、あのカチャ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 っていうね、あの薄い戦う用のカチャカチャのしかないから、ね、だからレースゲームで紹介したんで、なのでレースゲームの Xbox みたいなこういうので作って言ったらね、2ヶ月待ってくださいって言われて、それであのレースゲームも叱る、グランツーリスモも叱るやつを出してくれて、そういったらもう完売になっちゃってね、終わって、レースゲームに詳しくないでね、そしたら今度次のパソコンでも使えるっていうね、この Wii 用のやつだけど、すごいよね、今度ね、元気なおじいさんがこれがもうこれがっていうからっていう 50% この戦う人はこの奥まで押し込んでる時間がないから、ここが勝負なんだっていうし、レースゲームは奥まで行かないとアクションコントロールできないし、だここ真ん中にすると 50% ハーフで、こっちにやると最後まで踏めるっていう、どっちでも使えるっていうのを作ってくれたし、だからこの流れが今まで過去の動画にもだけど、中国の人たちってやっぱそういう情報フィードバックやってくれるところもあるんだよ本当ね。だからこういうものに関わって実際に実現で出てくるとすごい嬉しいし、中国は頑張ってやってくれるんだよこういった面では。ただ工場側はこの工場がすごい面倒くさいので、やっぱり却下させてくれって言われたけども、でもそこをご了承してこのロットの分だけ作りましたっていうのがね、あったんだけども、中国 のイメージっていうのは政治は悪いけども、中は本当にすごく親日の方が多くて、こういう努力もしてくれる、おじいみたいな人とおじいの要望とかね、みんなこういうの求めてるよって言うと、このフィードバックをすごい大事にしてくれて、製品開発工場にフィードバックして作ってくれるっていうね、 ODM ね、 OEM はここにできてるものを名前を変えて売るんだけど、こういうものを作ってくれて要望で作ってくるのが ODM だよね。それをやってくれる、ここにおじいの意見がすごいフィードバックしてるものって結構今まで出てるんで、ね、なので、そういった意味ではね、中国の人たちはすごい真面目だし、やる気満々だし、ね、本当にいい人たちも多いので、まあ、こういう誤解はしてほしくないなと思います。だから中国の方を持つとか、中国の見方とか反日とか、そういう意味ではないんだけど、おじいは世界を客観的に平等に見てるつもりです、おじいはね。そんなわけで、その同じ視点で、いろんなことを見ると、ね、国民の要は期待を背負って当選されてる先生なわけですからね、やっぱり何かを動画でね言うためには、もう出てる情報をもとにこういうものをちゃんと理解していないと、なんか分かんないけど、まあ大体ここら辺ではね、ここからどう入ったのか分かんないけどって、どう入ったのか分からないっていう、この段階でもう半月近く経つのに、どう入ったか分からないけどって言ったら、それまでのこういう情報ってだいぶ前に出てるんで、差し替わって、でそういう説明もだから理解していないで、言われたことを手伝い質問するっていうペーパー上のやり取りをやって、信頼してるって言われても困るので、まずはもう国民は警察を疑っているのでね、この警察が嘘を言ってると僕は思わないっていうね、この根拠が、弾がなくなっちゃったんだよ、不思議なんだけど、結論もはっきり言って頭を変えてるんだよってね、だそこのメッセージが解けていない、解説もできないのに嘘を言ってるとは思えないっていうのは、国民は納得しない、ね、国民は警察を疑ってるんですよってことで、国民のために命を投げ打って突っ込んでくださいよ、ね、青山先生お願いします。はい、そんなわけで、あの日あの時あの場所を選んだいう、かなりね、今までおじいのところでもコメントでいっぱいくれた方が多いです。でもやっぱりここの場所を知ってる方からのこういう理由を聞くと、
ショーだったのかってなりませんか、これはね。そこでまたいろんな疑惑も出てくるんだけども、でもなんでっていう疑問に対しては、この今回のこの方からの投稿を見てある程度納得できた部分もあるんじゃないですか、これね。そういうことなんです、ね、こんだけの文を書くのはね、結構時間がかかるよ。おじいも打ち込むのにね、これすごい時間かかってるよ。これ皆さん打ち込んでみればわかると思うけど、ね、ありがとうございます。その中で今回はあの場所を選んだ理由について動画にさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。